皆さんこんにちは。板野幸三の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授板野幸三先生に、前回に引き続きましてシュタイナーと農業の話についてお話を伺いたいと思います。それでは板野先生よろしくお願いいたします。こんにちは、板野です。シュタイナーの農業の話の続きなんですけれども、シュタイナーは農業の中で常在とかっていう呼んでるんですけれども、かなり特殊なものを作り出してこれをなんかこう肥料の代わりに使うみたいなことを言ってます。日本だと自然農法をやってる人たちというのは無肥料それから無農薬という話で肥料もやらないとかって話なんですけれども、シュタイナーは農薬を使わないっていう方向なんだけども、肥料に関してはまた別のスタンスの考え方を持っていて、で本来はある畑だとか農地だとか農園だとかがあるときに、もともとそこで取れたその作物のいらなくなった部分だとかそういうものがこう畑の中に循環していけばいいので、外から何かを与えなきゃいけないっていうことはないので、理想的な畑だとか農園になっているときは肥料はもちろんいらないし、それが理想なんだというそういうもちろん立場なんですけれども、何かをやらなきゃいけない時っていうのは農地とか農園そのものが何かおかしくなっていて非常にバランスを崩していて正常じゃない時にそれを正常に戻すためにある種のことをやるとそれが元に戻る、そういう意味でそれをある種の肥料と呼んでいるので、シュタイナーの肥料はどちらかというと栄養を与えるための肥料というのではなくて、ある種の薬ですね、その病気になった時に薬を与えるようなそういう意味合いのものです。で量的にも非常に何というかわずかな量で効くようなそういうものですので、でこれをどういうものかというののイメージを具体的にお見せした方が分かりやすいと思うので、今日はちょっとその紹介をしますけれども、まず最初はノコギリソウなんですけれども、全体にどうやってこう畑にまく肥料に代わりになるようなそういう薬のようなものを作り出すかというと、ノコギリソウの場合はこれはソウギリソウの中にカリウムと硫黄が少し入ってて、でこれが植物の成長を支えるような作用があるので、これを負けるようなものを作るんですけども、どうやって作るかというとノコギリソウの花を摘んでそれを乾燥させて、でこれを鹿の膀胱で包んで、で夏の間は日当たりの良いところにこう吊るして乾燥させておいて、で冬にこれを土の中に埋めておいて春になったら取り出して、これを微量な量を肥料に混ぜて使う。それでこれは何なのかというと、ノコギリソウって基本的に中にカリウムとか硫黄がちょっと入ってるんですけども、何でもじゃあカリウムと硫黄をそのままなんかその辺のところの中の化学肥料みたいなもので持ってきてまけばいいかというとそういうわけではなくて、2つ話があって、このカリウムとか硫黄に関して植物の中に取り込まれているそういう元素に関しては外観にある無機的なそういうものに比べるとはるかに違った性質を持っていて、でそれを使うという話と、それからもう一つは鹿の膀胱で包んでというのは、これは鹿という動物のがどういう性質を持っているかということがあるんですけれども、鹿の膀胱で包むことによって周りの自然界からエネルギーを取り込んでくるということなので、それをまた冬の間土に埋めておくというのは夏と冬で土の中の状態がこう変わってきて、冬の時の方が土の中のエネルギーが活性化されるということがあって、でそういう状態の時に膀胱に包んで特殊なある使いたいノコギリソウに関してそういうことをしておいてやると非常に特殊な強いエネルギーを持った肥料が作られます。でそれを微量に肥料に混ぜて、肥料というのはこれは当然有機系の肥料堆肥みたいなものですけども、そういうものに微量に混ぜて畑にまけばいいという話で、この微量に混ぜてまくっていうところがまた問題で、この使ってる物質が量で効くものじゃなくて情報というかある種のエネルギーの波動みたいなものを転写するために作られているようなそういうものだということを意味していて、シュタイナーの作っているものって大体そういうものが多いんですけれども、こういうものでいくつか代表的なものがあって、一つはこのノコギリソウなんですけれども、
ノコギソというのはこんな草ですね。みんな雑草なんですけども、それでもう一つ彼が言ってるのは、こうやってやると非常に強いノコギソから取ったエネルギーを作って、あの全体に畑を変えてやることができるんだけども、でもノコギソそういうことをしないでそのままその辺に生やしていたらダメなのっていう話もありますよね。で実はだから本当はそういうところで、その道端にとか畑の隅の方にノコギリソウが生えていれば、自動的にノコギリソウが普段からいろんなことをやってくれるので、実はこういうことをやらなくても大丈夫って話があって、そういう意味で雑草は大事にしなきゃいけない。で、まあ、雑草を大事にしなきゃいけないみたいな話は、雑草が人間にとって薬草になるようなものもあったりとか、多様性の中でいろんなその自然界のバランスを取ってくれるというのはそういうこともあるんだけども、雑草の中には植物を守ってくれるエネルギーを直接出してくれるようなものもあって、雑草をこう駆除するような方向に行くと、せっかくいいものが生えてるのが役に立たなくなってしまうという話 でそういうものの代表選手としてノコギリソウとかいくつかあって、カミツレとかカモミールっていうのは人間がお茶にして飲んだりするときにも使う薬草茶みたいなのを使える、カミツレっていう植物もあって、カミツレの場合は同じように今度は鹿の膀胱じゃなくて牛の腸で包むんですけども、同じようにやって作ってやって、やっぱり冬の中冬を包み埋めておいてということをやると植物が健康になります。であとカノコソウというのはこのオミナエシって割と有名な花ですけども、この場合はリンを活性させる働きがあるので、これはなんか埋めとかなくてもいいんですけども、花を潰して液を絞り取って、それをこの液を希釈して畑にまけばいいって話で、ホメオパシー的にというのか、ホメオパシーって話はまだ後で別の回に説明しますけども、ものすごく薄くするということです。一言で言うと普通に薄くするのの何万倍も薄くするみたいな、ほとんど 水で薄くしていくときにほとんど水になってしまうくらい薄くするということ でそういう薄くなった状態で効くっていう話なので、それもちょっと不思議な方法ではあるんですけども、リンっていうのはもともとだからなんか生態の中ではタンパク質を作るときにとても大事な元素で、リンと窒素とカリというのはもともと肥料でも大事ですけれども、そのリンを活性させるという話をいただきたいんです。この辺からちょっとスピリチュアルにもだんだん面白くなってきますけれども、イラクサの場合は鉄に対して、鉄が結構入っていて鉄に対して効くんですけれども、大地を理性化するってなんか何のことか言ってわからないかもしれないけど、特殊のあることに対して効くっていうんじゃなくて、植物の個性に応じた働きをするっていう話で、作物のいろんな作物が植えてるとき、この植物のこの部分の機能に対して効くみたいなのが普通なんですけども、割とオールマイティでその植物が必要としてるような効き方をする、そういうその不思議な力が。でもっと面白いのはタンポポってもともとなんかこうちょっとスーパーなところがある植物で、タンポポの場合はどうかというと、これはケイ素がここで出てくるんです。ケイ素がカリウムに対して反応するんですけれども、タンポポをうちの腸間膜で包んで冬筒の中に埋めておいて、それから堆肥に混ぜて巻くというところ、そこは同じなんですけれども、タンポポがその辺に生えてればそれでも効果があるんだけれども、これは植物に対してどういうことをやらせるができるようにするかというと、そこに植わってる植物が自分の周りから必要なものが自分の周りにあるかどうかというのを自分で感知して、それを引き寄せてくる力を与える。自分のところで根がなんかこう生えて、根が触ってるところのものでないと吸収できないかって、そんなことはなくて霊的にエネルギーを取り寄せてくるんですけど、隣の畑であってもいいし、少し離れたところの森の中でもいいので、そういうところに自分が必要だと思うエネルギーとかそういうものがあれば、それを引き寄せてくるような、そういう力を植物に与えるという、ちょっとオールマイティーな感じです。こういう面白い力を持ってる。でタンポポは絶対に買ったりとか駆除しない方がいいので、タンポポはなるべく生やしといた方がいいって話ですね。でもしそのタンポポがでも生えてないような場合でも、こうやってなんかそのタンポポからいろんなものを取ってそれをまいてやれば同じような効果があるので、
できるだけなんかこうここで上がってたような雑草は道端に生やしておいた方がいいって話だと思いますけども、そういうことがあるという話です。でこれ以外にも病気に対して云々とかって話もあるんですけど、それはちょっとまた病気のところで話をしようと思うので、これを見て聞いてどう思われます？いやですから雑草がいろいろな作用を持っていて、その力を借りて、まあ、植物の病気を治したり調整をしたりするっていう考え方自体は、はい、なかなか興味深いですね。はい、でも最後のあたりのさ、雑草が自分で必要なものがどこにあるかっていうのをこう感じて、それをなんか自分でそのエネルギーを引き寄せてくるとかっていうところまでやらせるっていうのは尋常じゃないよね。そういうことができるとしたら。まあでもエネルギー的にはそういうエネルギー的にはそういうことがあるんだって話ですね。で本当は人間もそういう力を持ってるのかもしれないけども、とてもなんかちょっと鈍くなっていて唯物的観念が強くなっているので、そういうことがやれるみたいな話だとちょっと魔法を使ってるみたいな感じになっちゃいますけども、実はなんかそういうことができるような世界が植物の世界にも展開してるんだということを言ってるという話で、で、まあ、こういうような調子でいろんな話が進んでいくということで、この最後のこういくつかの話がないと、ただなんか必要なものをなんか作り出して与えてやればいいみたいな話ですけども、こういうちょっと不思議な話がこういくつか出てくるという話。シュタイナーの肥料の話はこういうところでここで終わりにしたいと思います。板野先生どうもありがとうございました。この内容に共感された方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。